すみません、私たちはメイノル国語の日本語のクラスの生徒です。これは私たちの最後の試験です。ちょっと質問してもいいですか？はい。録画してもいいですか？録画してもいいですか？録画してもいいですか？あ、どうぞ。ありがとうございます。ハワイは初めてですか？2回目です。あ、そうですか。ハワイはどう思いますか？ハワイ気持ちいいですよ。すごい素敵なところで。あ、そうですか。日本のどこから来ましたか？ 日本の宮崎から来ました。あ、宮崎ですか。私に一つ簡単な質問してください。何でもいいです。中国の方ですか？いや、アメリカ人です。アメリカの方ですか？はい。これは YouTube とかなんかそういうやつではなくて。いえ、これは最後の試験です。先生が見ます。なるほど。これは私が作ったパンフレットです。 私のおすすめる場所や、レストランや買い物が書いてます。この場所は真珠湾です。ここは楽しいところです。ここはアラモアなショッピングセンターです。たくさんの店で買い物ができます。洋服を買います。ここはトニロマレストランです。得意物はオイシリブです。 私のパンフレットに何か質問がありますか？パンフレットどうぞ。これがおすすめなんですか？全部。はい。これはどこら辺にあるんですか？もっとゆっくり話してください。これはどこら辺にあるんですか？ハワイの。ワイキキに近く。 近く。まあちょっとこれ参考にしてちょっと回らせてもらいます。観光させてもらいます。もっとゆっくり話してください。これを参考にハワイを楽しませてもらいます。はい。ありがとうございます。一番好きな食べ物は何ですか？一番好きな、ラーメン。 あ、そうですか。僕はハンバーガーが好きです。一番好きな飲み物は何ですか？飲み物はコーヒー。あ、そうですか。僕はスプライトが好きです。一番好きな動物は何ですか？動物は何やろ。犬。あ、そうですか。僕は亀が好きです。一番好きな色は何ですか？色は赤。 あ、そうですか。僕は黄色いが好きです。一番好きな映画は何ですか？映画は何かな。世界に一つだけの花。あ、そうですか。僕はファイトクラブが好きです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。これは小さいものですか？どうぞ。ありがとうございます。